ナイエスに会うことがあったら、私は彼に。釣りを開始。推測、ゴミ。推測、ゴミ。反応なし。終了。開始。
報告、新鮮。終了。繋がっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。
なあ兄ちゃん、なんで本なんか読むんだよ。知識は人を豊かにするからな。データで転送すれば済むだけだろう。自分で読まないと心の中に入ってこないだろ。分かったよ、なあ兄ちゃん。なんだ。俺の名前イブって女の名前って書いてあるけど、俺たちの名前はカインとアベルとかの方がいいんじゃないのか。人間は名前を簡単に変えたりはしない。自分の名前に誇りを持てイブ。分かったよ、兄ちゃんがそう言うならイブのままでいい。いい子だ。なあ兄ちゃん。なんだ。これ読み終わったら遊びに行こうよ。きっとすごく楽しいと思うんだ。構わないよ。でも本を読んだ後でな。本当に？じゃあ俺頑張って読むよ。頑張って読むからね。ああ、そうしろ。この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。
標地点を確認。マップにマーク、推奨、目標地点への移動。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近、こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。ここがレジスタンスキャンプか。まず、リーダーに情報を聞いてみましょうよ。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。
つけてるんだ。昔人間が着ていたものに漢字が似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。
なんだこれは。地下空間より出現した巨大構造物、機械生命体の手によるものと考えられるが、詳細は不明。巨大構造物中央部から地上へ伸びている部分に移動構造物を確認。エレベーターか。
障、ポッド射撃による強制停止。
なんだこれは。地下空間より出現した巨大構造物、機械生命体の手によるものと考えられるが、詳細は不明。巨大構造物中央部から地上へ伸びている部分に移動構造物を確認。エレベーターか。
なんだこれは。地下空間より出現した巨大構造物、機械生命体の手によるものと考えられるが、詳細は不明。巨大構造物中央部から地上へ伸びている部分に移動構造物を確認。エレベーターか。